象転結を楽しみにしていくじゃないですか。起承、まあ、起死ぐらいまでしかないじゃないですか。もう本当に序章で終わってるんですよね。すごいすごいって言うんですけど、あまり伝わらない。なんじゃこりゃって思う。こんにちは、山園です。今日はオタクの感想 .com。 これはですね、毎週最新映画を僕が見てただレビューするっていうだけの動画なんですけど、先週見たね、沈黙の艦隊、これまだちょっと動画出せてなくて、一応見てきたんで感想をお話したいと思います。見たのは先週末の日曜日なんですけど、めちゃくちゃお客さん多くて、結構高齢の人から小学生ぐらいの男の子までいたんですよね。でも僕この内容、小学生ぐらいの男の子をどのくらい楽しめるのかなと思って、なんか激しいアクションとかドカーンって爆発とか火がボーっとかないじゃないですか。っていうよりちょっと冷戦に近い、なんかお互い威嚇し合う、なんか静かな戦いが続くんで、これ子供楽しめたのかなってちょっとね疑問だったんですけど、お客さん多かったです。そして映画が終わった後、お客さんたち結構ざわついてました。早速10点満点でレビューするんですけど、10点満点で6点かも不可もなく、というかレビューできないんですよ今回の映画。なんでかっていうと、まあ、見た人はもちろんわかると思うんですけど、今回、まあ、普通映画見る時って起承転結を楽しみにしていくじゃないですか。でも今回の映画、起承、まあ、起死ぐらいまでしかないじゃないですか。もう本当に序章で終わってるんですよね。だから問いかけられた問いだったり、起きた問題っていうのは何も解決されずに物語が終わってるんで、まあ、レビューしようがないあのね、続編は多分あるんですけど、続編見ていいか悪いかっていうのが結構ね決まると思います。だってポスターに載ってる上戸彩とか、マジで2シーンぐらいしか出ないから、マジであそこいらないんだよね、あのキャラクター自体。だから、まあ、原作漫画っていうのもあるんで、まあ、100% 続編ありきだと思います。ただ問題はその続編が一切アナウンスされてない。あの映画を見ても続編があるかないか分かんないっていうのが問題だと思います。ただ僕的にはまあ6点は上げていいぐらいの映画だとは思います。簡単にあらすじお話しながら感想を言うんですけど、まず映画の冒頭で、大沢たかを演じる海江田という男が乗ってるね、潜水艦山波が沈没する、まあ、悪海するところから始まるんですよね。悪海っていうのは、まあ、あの深いところに潜りすぎて圧力でグニャーってやってもう沈んじゃうことです。最近あのタイタニックの観光ツアーの潜水艦とかが同じようになりました。でこの山波は沈没しちゃって、まあ、この海江田含む76人の乗員は死んだことになるんですよ。この死んだことになるっていうのがミソで、っていうのも、まあ、日本は非核三原則で、あの核をね軍事利用できないじゃないですか。だからこそ日本は、まあ、極秘で、あくまでアメリカの所有ということにして原子力潜水艦を作るんですよ。その乗組員の日本人がいないってことで、まあ、この大沢たかを演じる、まあ、優秀な76人が思うところが、その途中でこの海江田がですね、我々は独立国大和を建国するというふうに宣言して、この潜水艦ごとね消えちゃうんですよ。アメリカとかはね、もうこの海江田とシーバットを沈めようとするんですよね、まあ、乗員76人も含めて。でそれで派遣されるのが、まあ、派遣されるというかね、玉木宏演じる深町が乗ってる潜水艦立浪、これはね、あの原子力じゃなくてディーゼルなんですけど、もともとね深町と海江田は同じ潜水艦に乗ってて、まあライバル関係というか、あの師匠と弟子的な関係なんですよね。まあ、海江田がなんでこんなね独立国大和を建国するってシーバットに乗ったまま海の中に消えたのか、真実を知りたいので、深町もこの潜水艦をシーバットを捜索するわけですね。さっき面白いって言ったんですけど、このね原子力潜水艦をね、もちろんアメリカはね沈めようとするんですよ。アメリカはこれをテロ行為として沈めようとするんですけど、この海江田がですね、まあ、この潜水艦には核ミサイルを搭載してるっていう、まあこれはね本当かどうかわかんないブラフをかけるんですね。あ、今回原作のネタバレも含みます。だからアメリカもこいつを沈めたいんだけど、なかなか攻撃に踏み切れない、攻撃はするんですけど、本気で沈めようとする攻撃はできないんですよね。もちろん潜水艦同士の戦いはあるんですけど、海江田はね逃げる一方なんですよ。アメリカ側はね結構魚雷とかミサイルとか撃つんですけど、それをのらりくらりとかわして逃げます。このね戦いがすごい緊張感あって面白いんですよ。もうすごいね爆発がドーンって起きて攻撃し合うような戦いじゃなくて、もうギリギリのね素手素手をねかわして、で敵をおびき寄せたりみたいなね戦いが続くんで、すごい緊張感がある、本当に牽制し合うような戦いで、あの見応えがあります。問題はね、それを、まあ、子供が楽しめるかどうかっていうのもそうなんですけど、海江田目線で話が結構進むんですよね、あの戦闘シーンは。まあ、海江田が戦闘中にモーツァルトをかけるっていう、まあ、作戦があるんですけど、そこがねすごい不気味なんですよ。もう海底で急にモーツァルトが流れてきて、もう敵からしたらすごい不気味じゃないですか。こいつは一体何を考えてるんだって思うんだけど、それが海江田目線で進むせいで、なんだろうな、ネタバラシが早いっていうか、このモーツァルトでどういう風に利用するかっていうのが結構ねすぐ明かされてたり予想できるんですよ。だからちょっと緊張感がないというか、なんかねハラハラ
見てる側はしないんですよ。そこがちょっとね残念でした。であとね、このシーバットはね、とにかくすごい原子力潜水艦らしいんですよ。もう官僚たちも会議室でこの潜水艦すごいすごいすごいって言うんですけど、あまり伝わらない。これなぜかっていうと、乗ってるこの大沢たこ演じるカイエラっていう男がすごすぎるんですよ。まず運転テクニックがすごい、操縦テクニックがすごいのと、海の地形を全て暗記してるっていう、もうこれはとんでもないスキルを持ってるせいで、海枝がすごすぎて、このシーバットの凄さだったり、まあ、この深町もすごい優秀キャラとして出てくるんですけど、深町の凄さも伝わらない。とにかく海枝がすごい、まあ、異質な存在として描かれます。であと、まあ、さっき言った会議室のシーンは結構多いんですよ。会議シーンが結構多いんですけど、まあ、僕たち会議のシーンでめっちゃかっこいいシンゴジラっていう映画を見てるじゃないですか。それとやっぱ比べちゃうんですよね。そうするとシンゴジラに比べて会議室はどうなんだっていうと、ちょっと惜しいんじゃないですか。あのシンゴジラは本当にね、無能がいないんですよ。みんなね最善を尽くして、すごいね会議に意味がある、かっこいいんですよ本当に会議シーンが。ただ今回はなんかね、足の引っ張り合いをする会議シーンというか、なんか現実的な改善方法というより、皆さんのお気持ち表明をする場になってるんですよね。もうね、アメリカ大統領が急に平和について語り出すところとかもあって、なんじゃこりゃって思いましたよ僕は。あんなかっこいいね会議シーンを日本でやってるんだから、もう似たようなことできるだろうと思ったけど、まあね、監督もそれ目指してるとかは分かんないから何とも言えないんだけど、会議シーンがねちょっと意味ないなと思いました。意味ある会議シーンにしてほしかったです。あと絵的なテンポがちょっと遅い。ストーリーのテンポはいいんですよ。まあテンポいいってもさっき言った気象ぐらいまでしかないから、テンポいいもクソもないんだけど、あの一応ね話のはねトントン進むんですよ。ただ問題は一つ一つのシーンがね、なんかねちょっと長い、いらないシーンも結構ね挟まってるから、まあ、一人だけこのシーバットにアメリカ兵が乗ってるんですよ。76人プラス1ですね。だからでもその海江だと76人が、まあ、テロ行為っていうか、そのね命令無視を行ってるから、このアメリカ兵はそれを止めようとね、まあこのなんか揉み合いになったりするシーンがあるんですけど、何回かその揉み合いシーンがあるんだけど、必要ない、いらないんですよね揉み合いシーンが。本当にあの意味のないシーンと化してるんで、まあ、そういうちょっと無駄なシーンも多かったから、絵的なテンポはちょっと悪かったです。で原作のネタバレなんですけど、この今回沈黙の艦隊っていうタイトルの意味が回収されないまま終わるじゃないですか。僕もなんじゃこりゃって、どういう意味なんだって、海江田が乗ってるシーバットは自分から攻撃をしないから沈黙の艦隊なのかななんて思ったんですけど、まあ、一緒に見に行った原作を知ってる友達に、ね、終わったと聞いたんですよね。だから僕は直接読んだわけじゃないんですけど、原作ではこの後海江田がね国連にサイレントセキュリティサービスフロムザシー、沈黙の艦隊計画っていうのを提案するんです。その提案自体が目的なんですよね海江田の。そのサイレントセキュリティサービスフロムザシーっていうのは、例えば北朝鮮なんかが核ミサイルを、まあ、アメリカとかに撃つとすると、どこからともなく沈黙の艦隊、まあ、シーバットみたいな原子力潜水艦が何隻も現れて北朝鮮に対して核ミサイルを、まあ、報復で撃つっていう。でこの、ね、原子力潜水艦たちはどこの国にも属さない、平等に制裁を下すみたいな、そういう計画なんですよ。その計画を、まあ、実現させると、まあ、核の抑止力になる、どこの国も核を使えなくなるよねっていう、まあ、作戦なんですけど、今回の映画っていうのはあくまで海江田のプレゼンなんですよね。実際に、まあ、原作で明かされるんですけど、このシーバットに核ミサイルは搭載してないんですよ。核ミサイルを搭載してないけど核ミサイル持ってるかもよっていうだけでアメリカは攻撃できないんですよね。まあ、攻撃してるんですけど、本気の攻撃ができない、本当に落とそうとできないんですよ。だからこそその海江田は後での国連の演説で、あなたたちは攻撃できなかったでしょ、核持ってるかもしれない、核撃たれるかもしれないってだけで攻撃できなかったでしょ、それをどこの国にも属さずやりたいんですよっていう風に、まあ演説するんですよ。だから今回の映画は序章というより本当に海江田のプレゼン映画こういうの実現したらどこの国も核使わなくていいですよっていう、まあ、核の抑止力になりますよっていう、プレゼン映画になってます。まあ、でもねすごい緊張感あるシーンとか、まあ、映画的にはねこのやっぱ海江田っていう男の魅力にやられましたね。僕は6点はつけていいと思います、ね、続編ぜひ作ってほしいです。今回の映画だけだったらねちょっとがっかりなんで、ぜひ作ってほしいと思います。あとね続編32巻あるんですけど、それも読みたいと思いました。もうねこういう核をね扱った映画って僕もね大好きなんですよね超ツボにはまりました。来週もですね、まあ、今週末か、もう今週末も最新映画レビューするんで、ぜひ高評価チャンネル登録お願いします。バイバイ。